え、みんな名前英語なんだけど。みんな名前英語なんだけど。お、この街どうなってんだよ。はい、どうもライです。今日、特別体験版が、スタートいたしました。ということで、特別体験版って、まあ、プライベートマッチとかリグマッチできるらしいんですよ。ガチマッチ、レギュラーマッチもできるんだけど、特別体験版では、できないところを、今日はちょっと見ていきたいと思います。まあ、できるとこばっかね、言われてもね、できないとこわかんないからね。できないとこちょっと、確認しに行こう。ただだから、このゲーム、ただ。じゃ、まずね、お店。お店。お店は入れるのかな？活かしてないから無理って言われた。あ、ランク4。これランク上げたらもしかしたらいけるな。では、イカッチャに行きたいと思います。あ、イカッチャ入れん。イカッチャ無理だわ。イカッチャダメだったわ。じゃ、今度このタコツボキャニオン。ホタルちゃんがいつもね、このマンホールのとこに立ってるんですけど、ここは？あー、ここもダメだ。使えないとか、あとどこだろう。あ、わかった。タコのやつや。深海駅だっけ？なんだっけ？名前忘れちゃったんですけど。こっち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 。ここよ。これ使えるか？あ、ここもだ。できないな、このストーリーモード系だね。タコツボキャニオンと深海メトロ。このイカッチャってゲームは友達とオフラインでできるゲームなんだけど、まあ、これはできないみたい。でもオンラインだったらイカッチャできるので、まあ、これは全然越したことないよね。まあ、できないのはこの3つでした。そういえばパソコンのデータフォルダ漁ってたら、昔やった桜色にして桜の雨を降らしたっていう、ちょっと綺麗な動画、この時期にぴったりな動画見つけたので、載せておきます。綺麗でしょ。今回もね、ご視聴ありがとうございました。まあ、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。